どうも皆さん、マーシーです。ということで、ガルパギはですね、キャラ同士が幼い頃に約束をし、数年後にそれを叶えるまたは守るシーンがあるんですけれども、今回はですね、ユーザーたちが感動したそんな約束たちを紹介していこうと思います。まず幼い頃の約束というと、レイヤさんとタエちゃんのバンドを組む約束が印象的ですね。ミュージックスクールのボーカルコースに通っていたレイヤさんでしたが、実力はクラスでトップでも、大人っぽい歌声のせいでクラスでも浮いた存在でした。歌うことが嫌になりそうだった時、同じミュージックスクールの花園タエちゃんに出会います。彼女から歌う楽しさを教えてもらい、よく二人は公園で歌うようになりますが、レイヤさんの両親の都合で東京から引っ越すことになってしまいます。しかし引っ越す前にタエちゃんと歌った泣かない泣かないでの約束を守り、この日からレイヤさんは泣かないことを決め、今日まで泣いたことはありません。そしてまた会ったらこの歌を一緒に歌おうと約束します。おそらくゲームでは明記されていませんが、アニメではバンドを組む約束もしています。東京から去っていった6年後、東京へ戻ってきたレイヤさんは路上ライブをしていたタエちゃんと再会します。アニメではその時歌っていた曲は泣かない泣かない、そう、6年前引っ越す前にしたあの約束が叶った瞬間でした。そこからアニメでは一時的にラスのサポートギターに入ったタエちゃんですが、正式にレイヤさんとバンドを組むことはありませんでした。しかしタエちゃんが約束を叶えたいと言い、1日限りでレイヤさんとバンドを組むことになります。バンド名はピンクのうさうさ帝国。夢のような時間を過ごしたレイヤさんは、100回生まれ変わっても花ちゃんと会える人生がいいなと言いますが、そして100回ともラスになるとも言いました。続いて紹介するのはさよとひなの約束の場所です。ただこれは幼少期に何か約束したというものではないので、今回紹介しようか少し迷ったんですが、紹介させていただきます。クリスマス前に幼いさよさんとひなちゃんは二人だけでお使いに出かけますが、ひなちゃんが迷子になってしまい、二人は離れ離れになってしまいます。そんな二人が再会できた場所が大きなクリスマスツリーの下でした。無事に再会した二人はお使いを終え、家に帰ることができたわけです。その後は皆さんも知っての通りいろいろありましたが、再びお互いが向き合えるようになり、クリスマスの日、さよさんと遊ぶ約束をしていたひなちゃんでしたが、急遽仕事が入ってしまいます。ひなちゃんに仕事を優先させ、時間をかけて準備したクリスマスプレゼントを渡しそびれたさよさん。しかし諦めきれないひなちゃんは、番組中にあの時みたいに迎えに来てと言い、仕事終わりにプレゼントを持ってその場所でさよさんを待っていることを伝えます。その場所こそ幼い頃に2人が再会できた大きなクリスマスツリーの下でした。クリスマスプレゼントを持ってさよはあの時のようにクリスマスツリーの下でひなちゃんと再会し、クリスマスを一緒に過ごすことができたのです。続いて紹介するのは千里さんとカオルさんが小学生でした演技での約束です。子役だった千里さんは出演していたドラマの役柄のせいでクラスから悪口を言われ続けます。最終回でクラスの反応は変わりますが、この時千里さんの心はすさんでいました。そんな中で幼馴染のカオルさんは最初から最後まで千里さんを心配していました。最終回のシーンを一緒に演じることになり、本当は一度も振り向かずに走っていくはずが、カオルさんは本来のセリフにはない本当に君はそれでいいのと言います。驚いた千里さんでしたが、それなら私と一緒にいてくれると返し、カオルさんはうん、もちろんと答えました。それからカオルさんは千里さんへの憧れや臆病な自分を変えたいという思いから同じ演劇への道に進み、羽岡の王子様と呼ばれるようになったわけです。それぞれが成長していく中で、千里さんは周囲の成長を感じることになります。そんな中で見に行ったカオルさんの高校最後の公演、千里さんはある覚悟をし公演へ向かいます。それは過去のカオルを忘れることでした。互いがさらに成長するためには、過去のカオルを知る自分は邪魔になるかもしれない、だからカオルも自分の過去を忘れてほしいという内容の手紙を渡そうと決めていたのです。その時舞台にいるカオルさんが、君は本当にそれでいいのかいと言います。くしくもそれは自分のそばにずっといてくれたカオちゃんがあの時言ってくれたセリフでした。その王子のセリフには、優しくも臆病なあの頃のカオちゃんがまだいたのです。カオルさんも幼い頃の千里さんが言った一緒にいてくれるというセリフを
明確ではないですが覚えているようだったので、千里が手紙を渡さないと決めたことで、最終的にはあの時の演技でした約束が今も守られている形になっています。続いては凛子ちゃんとるいちゃんのセッションです。これも約束とは微妙に違いますが紹介します。小さい頃お互い同じコンクールによく出場していた凛子ちゃんとるいちゃん、いつも金賞をもらう凛子ちゃんを見て、るいちゃんも大好きなバイオリンで凛子ちゃんのように金賞をもらうために毎日練習していました。しかしある日、凛子ちゃんがもうコンクールには出ないことを知らされます。実は2週間前に凛子ちゃんは大きなコンクールで大失敗をし、それがトラウマになっていました。凛子ちゃんの家に遊びに行ったるいちゃんは、凛子ちゃんがピアノをやめようと思っていることを聞きます。またピアノを続けてほしい一心からか、るいちゃんはおもむろにバイオリンを演奏しだします。楽しそうに演奏するるいちゃんを見て、凛子ちゃんもまたピアノを弾きたいと言い、その数年後、凛子ちゃんは再びトラウマになったコンクールで金賞を受賞することになります。そしてこの時、ピアノをまた弾きたいと言った凛子ちゃんと2人でセッションをするのですが、これまでにない最高の音色で、この音ならるいちゃんは次こそ金賞がもらえると確信します。しかしそれは凛子ちゃんと出せた音色で、何度練習しても再びあの音を出すことはできませんでした。そんな状況に苦しみ、大好きだったバイオリンをやめることになります。くしくも凛子ちゃんをピアノへ戻してくれた音が、自分がバイオリンをやめる原因となる音になってしまったのです。運命のいたずらか、るいちゃんはその時のセッションで借りたままだったボールペンを見つけます。ボールペンを返しに来たるいちゃんに、凛子ちゃんはもう一度セッションしませんかと聞きます。数年ぶりにしたセッションで、彼女が何を考えていたかは詳しくは分かりません。しかしセッションの後に、彼女はもう一度あの時の音を追い求めることを凛子ちゃんに伝えています。最後に、約束と聞くとやはり皆様は港ゆきなさんと今井梨沙ちゃんの原点だと思います。幼少期にゆきなさんと梨沙姉は、ゆきなさんのお父さんと3人で一緒によくセッションをしていました。遊びではありますが、2人で初めて組んだバンドで純粋に音楽を楽しんでいた時期でした。しかしゆきなさんのお父さんは音楽をやめてしまい、セッションも自然消滅してしまいました。ようやくロゼギアで2人は再びバンドを組むことができ、目標だったフューチャーワールドフェスの予選で初めて披露する楽曲の作詞を梨沙が担当するのですが、苦戦します。今の自分がある理由、原点を考えた時、あの時のセッションの光景が思い浮かびました。そして2人で白爪草の花冠を作ってあげていたことも思い出します。そして彼女が作詞して完成した新楽曲の名前は約束。あの時2人で作った花冠、白爪草の花言葉でした。